令和6年7月、我が社の決算発表会を開催しようと思います。今月1ヶ月もね、終わってしまいました。非常に暑い1ヶ月やったんですけども、今月は忙しくさせていただきました。本当にいろんな人と会ったりとか、今月1ヶ月間で完全な休みっていうのが、多分3日とか2日とかそんぐらいだったと思うんですけど、来月8月ももっと暑くなると思いますし、まあ8月の仕事っていうのもね、もう、感じにバンバン決まっているわけなんで、この勢いでですね、今月は忙しくさせてもらったけど、来月もっと忙しく働いていこうかなと思っております。売上とか利益の数字の発表っていうのはね、最後の方にするとして、まず今月1ヶ月ね、思ったこととか、来月からどうしていこうかとかね、そういうのを話していこうかなと思っております。まずは SNS の話をしたいと思うんですけども、まあ去年とか一昨年と同じように、今もですね、やっぱりこの SNS を見たっていう人からの仕事依頼が、だいたい8割ぐらいを占めてるのかなと思っております。なのでこの YouTube、TikTok、インスタとかね、その辺はね、これからもどんどん定期的に更新していかないといけないかなとは思うわけなんですけど、でもやっぱりこの動画編集をする時間っていうのが、この本業の方が忙しかったらですね、動画編集に割く時間がなくなってしまうんですよ。なので今月も月の初めは月曜日と水曜日に週2本動画を出していくというふうに言っていたんですけど、途中頃からですね、もう週に2本出すのはちょっと編集が間に合わないっていうことで、もう途中から週に1本になってしまったわけなんですけど、まあやっぱ理想としてはね、週に2本これからも出していきたいなと思っております。やはりね、動画を週に1本出してしまったら、この YouTube の広告収入っていうのも下がります。僕のことを認知してくれるというか、便利屋ダリアという存在を知ってくれる人もやっぱり下がってしまうので、そこはですね、この動画を出すのを怠ってしまったらですね、後々自分に響いてくるっていうのはですね、去年もすごく痛感したところがありますんで、そこはですね、この編集の時間が間に合わなくてもね、どんどんさばいていこうかなと思っております。そしてですね、この動画編集っていうのを遠くに住んでる人に委託するっていうのも先月やっておりました。今月もやろうかなと思っておりましたけども、でもそれもですね、この動画を送るまでがギガファイル便っていう、なんかそういうサイトがあるんですけど、まあそこに動画をアップロードして URL を送って編集してもらうと、それでまた送り返してもらうみたいな、そんな感じなんですけど、なのでこの動画を送るっていう作業とか送り返されてきて、それをまたちょっと手直しするっていうね、そういう作業もですね、できれば省きたいなと思ってるわけなんですよ。だからね、それを省こうと思ったら、本当に近くの人、もう僕がね、埼玉県上尾市に住んでるんですけど、そのすぐ近くに住んでる人に直接なんかこのマイクロ SD っていうね、動画を入れるちっちゃいやつがあるんですけど、それを渡してこれ編集しといてって言って、それで編集してもらうみたいな、そういう感じでできたらですね、このギガファイル便で送ったり送られたりっていう、ね、この手間をですね、完全に省くことができるんで、だからできたら近くに住んでる人にその辺やれたらすごくいいかなと個人的に思っているところなんですよ。まあ一番いいのがやっぱ従業員とか固定の人を雇ってですね、でその人に便利屋の仕事もちゃんと行ってもらったり、それも動画編集もやってもらったりとか、お客さんとの連絡もやってもらったりとかいうね、そういう固定の従業員が何人かいてたら、非常にもう全てがうまく回るんやろうなと思っております。まあ初めはね、まあそんなね、もう動画編集も仕事もすぐにね、もう全部完璧にできるなんていうのは無理だと思うんで、でも時間をかけたらですね、もうそれもね、ちゃんとチームとしてね、うまく回るんじゃないかなと思っております。なので今月7月はですね、まずインスタのストーリーっていうところでアルバイト募集、従業員募集、協力会社募集中みたいな、そういうのをですね、結構頻繁にストーリーでつぶやいたわけです。そしたらですね、いろんな人から連絡が来ました。アルバイトをしたいっていう人もいれば、もう正社員として雇ってほしいとか、清掃業やってるからちょっと協力会社としていろいろ一緒に仕事やりたいとか、いろんな方々から連絡をいただきました。ありがとうございます。それでですね、もういろんな人と会いました。今月は本当に1日に最高で4人と会うっていうね、そういうのもやりました。朝一に会って、昼前に会って、昼頃も会って、夕方も最後1人会ってみたいな、それでですね、1日4部構成でですね、もう時間差で人と会うっていうのをですね、バン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 入れてったっていう、そういう日もあったわけなんですけど、まあその中でですね、まあ今現在ではね、まだその正式な従業員、この人を雇いたいっていう人は決めていないんですけど、とりあえず一緒にこの便利屋の仕事をやってみてとかね、そういうのを今やり始めているところです。来月もですね、できればいろんな人と会って、それでもういろんな人と一緒に仕事をやってね、そのチームというのをね、なんか広げていけたらなと思いますし、でその中でですね、ずっとね、なんか一緒にこの人とおったら、もう幅広くですね、売上も利益も伸ばしていけるなと思える人がいてたらですね、それをね、正社員という形で雇っていきたいなと思っております。
結構前の動画からもですね言ったと思うんですけど、まあ僕の最終的な目標はですね、この便利屋ダリアという名前を全国的に広めてですね、便利屋といえば便利屋ダリアやなと、家の中でなんか困ったらこの人に連絡しようみたいな、そういうねポジションを取りたいなと思っております。僕はまだ全然一人の会社ではあるんですけど、それをね便利屋ダリアの2店舗目とか3店舗目とか4店舗目5店舗目とか、最終的には全国展開してですね、この日本全国で便利屋ダリアがもう100店舗200店舗300店舗っていう風に作っていきたいと思っております。日本全国どこに行っても需要というものは間違いなくあります。もう人がいればね困ったこともいっぱいあるし、田舎の方に行けばですねもうどんどん草はぼうぼう生えると思いますし、まあ都会の方にあってねもう人口が増えてきたらですね、その中でもう引っ越しを家の中が汚く掃除したいとか、もう処分したいのがあるとか、いろいろ困ったことはね人がいればめっちゃあると思います。それらのですね世の中で本当に困っていること、でも困っているけど誰に頼んだらいいかわからないっていう、そういう需要をですねこの便利屋ダリアという存在がですね全て解決するぞと、そういうポジションを取りたいと思っています。そしてその志を共有した人たちでですね、もう2店舗目3店舗目もう何店舗もね便利屋ダリアを作っていって、最終的には全国展開をしていきたいと、そういう風にね将来考えておりますんで、その第一歩ということで、どんどんこれからも我が社も株式会社シェアダリアンをね拡大していけたらなと思っております。そしてですねちょっと専門的な分野もねやっぱできるようにならないといけないと、まあそれね多分去年頃から言ってたと思うんですけど、僕の中でですね今の仕事プラスアルファでできるようになりたいと思ってるのが水道と電気の仕事です。この水道も電気もまあこの埼玉のところでですね協力してくれる会社、あの信用できる人業者っていうのはまあ今現在いるわけなんですけど、でもですねやっぱりもうその人に頼るっていうのもいいんですけど、自分のところでもやっぱ僕自身もですね最低限の経験とか知識がないとですね、やっぱそういう仕事をね本腰入れてできないなと思っておるわけですよ。でこの電気に関しては電気工事士というね国家資格があります。この第2種電気工事士の筆記試験、実技試験が今月あったわけなんですけど、まあ結果はですね来月届くからまだわからないっちゃわからないんですけど、まあ細かいミスというかね、ちょっとこれまずいなっていうところは何個かあったんで、実技試験の方はですね今回はちょっと不合格っぽいなっていうふうには僕個人的に思っております。まあでもですねこの第2種電気工事士の実技試験が今回落ちたとしても、まあ半年後にですねまだ試験があるわけなんで、この半年後にも必ず受けてですねこっちで絶対合格しようかなと思っております。この電気と水道というこのインフラ、絶対に必要なですねインフラの部分もですね僕の方でできるようになりたいかなと思っております。そういうね専門的な知識経験も積んでいって、そしてこの便利屋の仕事、今までやってきた仕事っていうのももっと効率よく確実にねどんどん質というのを上げていってですね、そして便利屋ダリアの店舗を増やしていくという風なねそういう将来を考えております。まあこの動画がですね、どういう方が見てくれているかわからないですけど、それで僕の気持ち、僕の志とかにですね、もう共感をしたと、便利屋ダリアと一緒に働きたいなと、アルバイトであったり従業員の方々は募集しておりますので、僕の方に連絡をいただければと思います。まあ各 SNS の DM であったりとか、便利屋ダリアの公式 LINE とか、でも何でも大丈夫です。もうその辺は全て僕の携帯に届くようになっておりますんで、アクセスをしていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、とりあえず今月、来月、再来月ぐらいはこの調子でどんどん忙しく売り上げを伸ばしていきたいなと思っております。ということで今月の仕事内容と売上高っていうのをですね発表していこうかなと思っております。今月1ヶ月間の仕事内容なんですけども、エアコン清掃の仕事が今月は7台ありました。草刈りの仕事が今月は5件ありました。草刈りはしなかったんですけど、庭に除草剤を撒いてほしいっていうだけの仕事が2件ありました。結構でかいですね。植木の剪定っていうのが、今月2件ありました。シェアハウスの清掃っていうのが1件ありました。メガソーラーのですね草刈りメンテナンスっていうのが1件ありました。ハウスクリーニングの仕事は今月は1件ありました。片付けの仕事が今月は3件ありました。便利屋開業相談の仕事が今月は3件ありました。風呂掃除の仕事が1件ありました。高齢者の方々もですね、スマホの操作教室っていうねそのアシスタントの仕事が1件ありました。リフォームをするっていうところがあって、そこの電気工事の仕事が1件ありました。ちなみにこの電気工事の施工自体はこの電気工事業者の人がやってくれました。僕はやっておりません。空き家の水回りの掃除、クリーニングっていうのが1件ありました。そして最後にマンションの定期清掃の仕事が5件ありました。仕事内容は以上です。これら全てを合わせて今月の売上高は
104万9100円です。よっしゃ、はい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 、よし。はい、続きまして今月の固定費なんですけども、固定費っていうのはですね、ほんとまあ先月とか先々月と同じの内容になるわけなんですけど、まあそれを改めて言いますと、今僕が住んでいるここの家賃っていうのと、あと駐車場代、あと電話代、 Wi-Fi 代、年金保険かな、それぐらいだと思います。そういうもろもろのですね、毎月必ず払うお金というのが今月は12万1000円になりました。続きまして変動費なんですけども、変動費に関してはですね、結構いろいろあるんですけど、まずは広告費からいきます。まずこの Google 広告っていうのに2万1400円使いました。そしてチラシをですね、1万枚印刷して配布してっていうのがあったんですけど、この印刷と配布合わせて5万5000円かかりました。次に車に関することなんですけど、車に関することって言ったら、やっぱこのガソリン代と ETC 代ですね。もうこの辺はもうやっぱいろんなところ行ってたらですね、どんどん消耗してかかるお金なんでしょうがないんですけど、このガソリン代と ETC 代を合わせたら合計は6万5000円になりました。最後に外注費なんですけど、この外注費っていうのはですね、僕一人でできる仕事は僕一人で行くんですけど、この仕事は一人では無理やなっていう時は、この同業者の人とかに来てもらって一緒に作業してっていうのがあるんですけど、その時に一緒に作業してくれた人に渡すお金です。その外注費がですね、今月は21万4千円になりました。なのでさっき言った全部を合わせて今月の変動費は35万5400円になりました。この売上高から固定費と変動費を引くと今月の利益が出ます。今月の利益は57万2700円です。あしゃ、はい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 。今月は50万円という利益は出たんですけど、でもまあ人を雇って事業拡大していってって思ったらですね、これじゃまだまだ全然足りないわけですよ。まあこれのですね、10倍、100倍はね、やっぱ利益を出さないといけないかなと。この数字に懲りずですね、もっと来月も再来月も稼いでいきたいと思っております。まあとりあえずね、売上が100万円を超えたっていうのは結構久々なんですけど、それでもっと言ったらもう売上毎月何千万円とか、何千万はちょっと難しいかなと。まだまだね、気の遠くなる話だかなと思うんですけど、まあいつまでも停滞しているわけにはいけないかなと思っておりますんで、どんどん邁進していきたいなと思っております。もう今まで一人でやってきたわけですけどね、やっぱりチームを作って事業を拡大していきたいなと思っておりますんでね、その志を共有してね、共に一緒にやっていこうぜっていう人がいてたらご連絡いただければ非常にありがたいです。というわけで、令和6年7月、我が社の決算発表会をこれで終了します。あしゃ。汗だく。